今裏金問題でものすごく国民の皆様が不満や怒りを感じている、そういう中において立憲民主党の役割はかなり大きい、いや立憲民主党こそが役割を果たさなければならない、その決意でおります。改めてですが、自民党の裏金問題というのはこれはルール違反です。明確なルール違反、しかも大規模なルール違反です。私はずっと少年野球から始まって高校野球まで野球を続けてきましたが、どのスポーツにもルールがあって、ルールを違反をすれば退場や没収試合になるのは当たり前なんです。今の自民党はそれまでのことをやってしまったとなれば、これは単に立憲民主党対自民党ということではなくて、間違いなく国民として自民党を一旦イエローカード、あるいはレッドカードを出して退場させねばならない、今その局面にあると考えております。これは皆さん自民党のためでもあると思います。やはりおかしなことをしたときには一旦退場しなければならない、これは政治の世界に当たり前になったときにもっと国民の側を向く真っ当な、そして正義がちゃんと通じるような国になっていくんだと思います。まあ、そういった意味で次の総選挙で我々は政権交代を目指します。そして私はその先頭に立ちます。国民の皆様とおかしな政治を一度退場させて立憲民主党が政権を担わせていただきたい、このことを決意をしています。